肩に乗るな。ユンユンが溺れるぞ。もう悪い悪い、大丈夫だったか？なんとか。でもこういうのも楽しいわね。おい、いつまで遊んでるんだ。そろそろ行くぞ。カズマ、いいところに来た。一緒に遊ぼう。なまら楽しいぞ。暑い日差しの下、水着で遊ぶ美女たち。こんな風に海で遊ぶのも悪くないな。うん、お友達と海で遊んでるって感じで、私幸せ。こんな彼女たちの誘いを断れる男がいるだろうか。カズマもほらほら、早く水着に着替えて。結構です。俺はこういうのきっぱり断れる男だ。ノリが悪いな。ノリとかじゃなくて、今回海に来たのは討伐クエストのためなんだからな。このスバ。というわけで休憩は終わりだ。3人ともはしゃぐのはいいけど、元々の目的を忘れるなよ。ん？目的？なんだっけ。俺たちはこの辺りに生息してるクラーケンを倒しに来たんだよ。元はといえばお前が言い出したことだろ。ああ、そうだった。ギルドの掲示板に貼ってあったクラーケンの絵、なまらうまそうだったんだよな。あれを見てイカ焼きが食いたくなるのはお前くらいだが、まあいい、思い出したなら改めて出発するぞ。おお、クラーケン倒してイカ焼き食うぞ。食種、夢にまで見た食種の締め付けをついに味わえる日が来たのだな。私だって皆さんのお役に立てるってこと証明してみせます。そうすれば友達も。どいつもこいつも煩悩ダダ漏れじゃねえか。けどイカ焼き販売は商売になるかもな。ジュルル、イカ焼き、イカ焼き。こんな洞窟の中をみんなで探索するなんて、私たちまるでパーティーみたい。ところでお前ら、揃いも揃って水着のままだけど大丈夫か？これから戦闘だってのに。望むところだ。鎧を着ていては触手の締め付けを直接味わうことができなくなってしまうではないか。ミーヤもこっちのが動きやすいぞ。私は皆さんと一緒の方が安心かなって。まあ好きにしろ。ギルドの情報だとこの辺りのはずだ。おい見ろカズマ、水際からちょろっとはみ出しているものを。ああ、夢にまで見た触手。行ってくる。ああ、ダークネスだけずるい。ミーヤもああ、お前らもう少し作戦を。あ、ダメだ、触手に捕まってしまった。今自分から行きましたよね。実物はあんまりうまそうじゃないな。帰るか。ミーヤちゃんダメだよ、ダクネスさんが捕まったままだし。あ、この凄まじい締め付け、予想以上だ。お前ら自由だな。もう俺帰っていいかな。そろそろ限界か。カズマ、やばいぞ、カズマ。だから言わんこっちゃない。ユンユン、ミーヤ、俺たちも突っ込むぞ。くそ、こいつまだ暴れるのか。ダクネスさん、ダクネスを離せ。今ミーヤが助けてやる。お構いなく。ダクネス、もう少しの辛抱だ。
今こいつの触手を切って。今いいところだからお構いなく。ミーヤが助けるって言った時もお構いなくってどうしてなんだ。ミーヤちゃんも大人になったらわかるかな。いや、そこは分かっちゃダメだろう。こいつめ、すでに瀕死にもかかわらず、なんという締め付けだ。油断をすればすぐに落ちてしまいそうだ。敵ながらあっぱれだぞクラーケン。あっ、すごいぞカズマ。鎧を着てこなかった私の判断に間違いはなかった。ダクネス嬉しそうだな。ミーヤも混ぜてもらうか。ミーヤ止まれ。クソ、これ以上は教育上よろしくない。潮時だ。ユンユン、とどめを頼む。あ、はい、行きます。ライトオブサイバー。よーし、焼けてきたな。俺特製のソースをかけて、これでイカ焼きの完成だ。ミーヤが一番に食う。はぐはぐ、むしゃむしゃ。おいしい。ソースってこんなにおいしいのね。先ほどまで我が身を締め付けた触手が背徳的な味がするな。イカ飯か。それも人気が出そうだ。海辺で取った海鮮をみんなで食べる。これはすごく高レベルな友達イベントよね。あ、きつい締め付けの感触がまだ全身に残っているようだ。今日のクエストは大成功だな。カズマ、おかわり。はいよー。